ハートをバトンリレー。ペットの幸せは私たち飼い主の幸せ。動物をこよなく愛する出演者たちがつなぐリンクの輪っか。クリスタルのハートバトンリレー受け取ってくださいね。さあ2016年第1回目のゲストです。NPO 法人災害救助犬ネットワークの小林正弘さんをお迎えいたしました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめましてですね。オレンジが眩しい。いえ、とんでもございません。少しこっち、はい、さあ皆さん、目の前には岡本孝也さんがおりますが、どう、よろしくお願いします、はい、どういうことかご説明しておきたいと思いますが、はいはい、岡本さんはこの番組でもね、何回もご紹介しましたけれども、災害救助犬の実はドラマをお書きになって、二十歳と一匹というね、来ましたね、NHK さんね、はい、素晴らしいドラマでね、うん、この間再放送もやってましたけども、うん、そこにやっぱり出てきて、私は初めてその災害救助犬というのを、うん、まあ、岡本さんのドラマでちゃんと知った、あ、うん、経緯があります、素晴らしい、はい、もう重っ、ね、うん、ね、僕の見通り、うん、いい仕事、いい仕事した、はい、で今日はね、やっぱり災害救助犬ってまだまだ本当にご存じない方もたくさんいらっしゃったりすると思うので、はい、ぜひ小林さんの活動についても詳しくお聞かせいただけたらと思います。あ、はい、かしこまりました。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、真面目なコーナーですね。はい、当たり前です。これもこれも真面目だよ。あ、そうです、はい、さあ、それでは小林さんのじゃあ、少しお人柄について、人となりについて聞いていこうかな。あ、そうですか。何なりと。こんなオレンジ素敵。ね、今日制服が素敵ですよね。あ、ありがとうございます。制服効果ですかね。ありがとうございます。胸の日の丸がかっこいいです、ね。あ、ありがとうございます。はい。いつもこれを着て。そうですね。活動するときには必ず制服は着用が義務としてやってます。あとはお帽子もあるんですよね。そうですね。帽子だったり、ヘルメットだったり。はい。そうですよ。災害救助現場に行くんだもんだって。しかも NPO ですか。ねえ、そんなないですよね。2つぐらい。いや、多少もう少しはあるんですけども、規模はかなりばらつきがありますね。大きい団体、小さい団体、はい。NPO 法人っていう形が少ないの？と思いますよ。それ以外はどういう形なの？ありますよ。本当に地域に貢献するために愛犬家たちが集まって自分たちで犬を作りながらですね、活動しているという団体も日本には数多くございます、はい、今ほらお話の中でボランティアという言葉があったけれども、うん、これも二十歳の一匹見るまで本当知らなかったんだけど、うん、完全ボランティアなんですってね、この災害救助も。そうですね、基本的に皆さんメインのお仕事をお持ちになってて、うん、空いてる時間であるとか、有事の時に活動しているというのが実情ですよね。はい、私もボランティアやってるけど、ちょっと私のとはちょっと違うよね、やっぱり。そうですかね。はい、僕もう当たり前のように今活動しているので、違和感もないんですけど。募金とかですよね。そうですね。はい、皆様からの。募金であるとか、あと寄付であるとかというのが活動原資になります。はい、朝訓練してお昼募金集めに行って、うん、夜また訓練するみたいなこと言ってました。いやいや、大阪の人はドラマで見たもん、うんうん、本当にと思って、うん、ね、集めに行ってね、うん、すごいな。そういう活動を始められたのはいつ頃ですか？もうそうですね、活動そのものはもう15、6年ぐらい前になるんですけれども、小林さんが始めたのが、はい、きっかけはまあもともと犬を飼うことが目的だったんですけど、もともとドッグスポーツが好きだったんですね。はい、そうなんですか。で、まあ、趣味がアウトドアなので、基本的にそのドッグスポーツを通じて、まあ、犬と一緒に活動するというのが好きだったんですけれども、まあ、たまたまそのあるドッグスポーツのデモンストレーションで、服従作業で災害救助犬が来たんですね。でその時に初めてその災害救助犬というものを目の当たりにして、うん、すごいなと、うん、すごいですよね。本来ドッグスポーツってあまりその服従訓練ってしないと思うんですけども、もう本当にその指導主の方の言うことをピシッと聞いて、うん、すごいなと、でこんなことが犬ができるんだということが、まあ、きっかけでしたね。はい、前回ご出演くださった三谷先生がやっぱりおっしゃってたよね、そのドッグスポーツなんだって。うん、そうですね、はい、そんなことも知らなかった。はい、岡本さんもそれご覧になったことあるの？もちろん訓練しましたよ。でも、ね、一番驚いたのはその災害救助犬っていうと、なんかこうすごい瓦礫の中に、うん、
必死こいて犬が人を助けるために頑張っていってるっていうイメージがあったんですけど、うん、あのゲームなんですね、犬にとってはね。あ、人を探すとご褒美がもらえるというゲームなんですよ。だからゲーム感覚で犬がやるから、うん、瓦礫の中を犬がゲームしに行くから危ないと、その安全を守るっていうのが彼らのその現場での仕事みたいなこと言ってて、まあ、大変な仕事なんだと思って、うん、そうそうですね、もうおっしゃる通りで、ね、犬はあの多分使命感とか義務感とかを持ってない、ね、治ってないですね。そうよね、そう、はい、だから人としてやってますよね、はい、簡単に言うとあのかくれんぼの延長みたいな形と理解してもらえば、だいこう犬が一番その自分 の, 分あの部位で得意な嗅覚ですよね、うんうんうん、その嗅覚を使って、人を探したことによって、見つけると褒められる、うん、それをこう我々は一緒に活動しながら、うん、でやっぱりあの褒めて褒めてということでやるので、うん、犬としてはもう楽しくてしょうがないわけですよね。なるほどね、はい、誰でもできるわけではないでしょ。でもやっぱりそうですね、あのただ、警察犬と違って災害救助犬というのは特にあの犬種のあの規定がないんですね、うん、なので、確かに向き不向きという犬種はあるかと思うんですけれども、あの基本的にどういう犬でも人が大好きで、吠えることができれば、うん、できると思います、うん、できると思います。いいじゃない藤子、本当にいろんな犬がいるんですよ。そういろんな犬がいてびっくりしました、なんか藤子ちゃんはできて、藤子ちゃんってあの岡本さんちの ね、はい、多分できますよ、あれ鼻長いし食べるの好きだしあのおやつをご褒美にしてないから、ね、ボール好きだもんね、遊びをご褒美にしてるから、うん、そうですね、行けちゃうと思うかな。じゃあそういうデモンストレーションのほらイベントとかあるんですよね、結構定期的にね。そう、特にあの9月10月とかは防災の日とか多いじゃないですか、うん、なのでよくあのいろんなその防災訓練とかにあのお招きいただいたりとか、うん、あとはあの学校とかに小学生を対象にデモンストレーションやったりというのは結構多いですね。なるほどね、はい。なんかそんなスケジュールってどこで知ればいいですか？そうですね、あの、はい、私どものホームページの方に常にあの活動 の, その予定スケジュールはアップしてますので、また問い合わせていただければ、うん、あの具体的にどこでデモンストレーションやりますよっていうこともお答えできると思います。うん、もうさっきからね、あのさっきのオープニングで登場したうちの狼と、はい、もう狼ですか、狼トリプル O です。そうそうそう、狼がね、もう見たい見たいって、行きたい行きたいって、私も人探すやつね、はい、箱の中に行ってね。そうですね、どうしてもあの場所によっては、うん、あの活動の範囲が迫られてしまうので、うん、あのボックスがあるんですね。へえ。でそのボックスの中にあの来ていただいたお客様が実際に隠れていただいて、そこを実際犬がこう探し当てるというのを一般的にはやってます。だ他のところにおやつとか入れるんですよ。ね。そうですね。見向きもしないで人のところ行くんですよ。誘惑？そう。すごい。だって災害現場って台所も全部潰れちゃうから、食べ物の匂いを嗅いじゃいけないんですよ。あ、食べに行っちゃダメなんじゃ。じゃあデイ君ダメだ。それで阪神淡路大震災の時にダメだったって反省があるんですよ。スイスの救助犬がみんな飯を探しちゃったのね。その反省があって日本の救助犬は人を探すように訓練されてるんです。この脚本がすごい。すごい。ただの脚本じゃないよ。詳しいですね。ここだけ詳しい。ピンポイントで詳しい。なるほどね。これまで結構どちらか行かれたんですか？そうですね。あの国際規模といいますか、うん、まあ、あの海外はないんですけども、うん、国内ではあの新潟中越から始まって、はい、東日本も参りましたし、2004年ですか、ね、はい、あとは一昨年ですかね、うん、広島の訪れた大会も、はい、なんか有名な犬いましたね、そういう時にはこうなんとなくあのクローズアップされてるようなところもあるけど、普段なかなかね本当に情報が届いてないような気もして、そうです、ね、はい、うん、結構邪険にされます、まあ、どうですか最近。そうですね、あの最近はあの広島の土石流の時をきっかけとして、うん、だいぶあのマスコミさんとかに取り上げていただいているので、うんうんうん、はい、皆様にご理解いただいたりとか、はい、それは変わってきたと思います、うん、ただあの中越とかですね、うん、あの頃は、うん、
やはりその災害救助犬なんだろうということ で、ね、そうです、なかなかその現場に入れないというジレンマがありましたね、うんうんうん、中越の時ガリッキに埋まったのを見つけたのは警察犬ですよね、確かね。そうですね、あの心が入ってた女の子かなんか、あの、はい、警備犬、うん、そうかも、そうそうそう、つい昨年亡くなりました。そうですか、そうですか、13歳の一番の一番ですね、犬の可能性ってさっきも話したけど、本当、うん、すごい素晴らしいですよね。そうですね、特に嗅覚とあとその人間に対するそのパートナーシップといいますか、はい、まあ、素晴らしいものがあると思います。やっぱりね、瓦礫の中を、土砂の中は人が探すより犬が探すの本当に早いんです。一瞬で終わるんで犬が探すと。そうよね、でしかもその掘らないでしょ、掘るとまたややこしいんで、掘らずに見つけられるから、やっぱ犬が一番早いと僕は思うんですよね。いや、おっしゃる通りだと思います、うん、もっとだから広めていかなくちゃ。いや、これ国家が予算つけなきゃダメなんですね。もっと言え、もっと言って予算ください。お願いします、安倍さん。いや、本当そうなのよね、うん、なんか応援体制だったりとかね、えもうちょっとなんかなんとかなるといいなと思うけど。そうですね、救助犬のことをご理解いただくのは非常にありがたいんですけれども、うん、ただやっぱりその皆様からのご期待に応えるためには、うん、やっぱりその救助犬としての、まあ、スキルといいますかね、うん、能力というものをやっぱりこう安定的な形にしていかなきゃならないし、うん、各現場によってね、もしくはその部隊によってばらつきがあってはいけないと思うんですよね。そうですね、はい、やっぱりその消防なりレスキューの方々からその救助犬というものをこう信頼してもらえる、信用してもらえるというところまでのやっぱりレベルに我々がこう底上げをしていかないといけないので、ただまあその先ほど申し上げた広島の土石の時からですね、まあ、日本に救助犬団体というのが約30ぐらいあるんですけど、やっと最近ですね、まとまって連携をしながら活動しようという形に今なりつつあります。素晴らしい、素晴らしい、今までは独自で活動しておったんですけど、救助犬というカテゴリーでやっと今まとまらなきゃみたいなねっていう認識が我々の方にも芽生えてきたし、行政さんの方でもそれを理解していただけるようにはなってきてますので、非常にありがたいと思いますね。進めていきたいですよね、もっとね。そうですね、ただやっぱり露出していくってすごく大事ですよね。その、さっきのトレーニングの話じゃないけど、はい、やっぱり出る側の人たちも意識が変わるし、そうですね、ね、はい、だからいろんなところにもっともっと露出もしてほしいと思うし、はい、一緒にやりましょうよ、ナスさん。ぜひ呼んでください。え、フジコちゃんはレスキュー系になれるかっていう、そういうテストとかしようよ。大変だろ。でもさ、みんなでチャレンジとかって楽しくない？なんか。あ、本当にダメなんですよ、来るで。あ、そう、口で言うほど楽じゃないです、ね。すごいなと思って。ね。そうですね、まあ、服従訓練、まあ、服従訓練という言葉がね、あまり良くないんですけれども、まあ、指導者側の指示に従ってもらう。要は、待てとか、来いとか、伏せとか。まあ、そういう基本的な服従訓練にやっぱりこう届くまでに大体やっぱり半年から1年ぐらいかかりますし、それからやっぱりこう嗅覚を使って人をこう探し当てるというところまでに行くのにやっぱり1年以上かかるので、ちゃんといろんなことが一通りできるようになるまでどのくらい？そうですね、まあ、個体にもよると思うんですけれども、うん、早い子でもやっぱり1年以上の訓練が必要だと思いますし、年単位なんだ、すごいな。そうですね、まあ、そうしないとやっぱりその命に関わる仕事はできないかなというのもありますので、現場はそれぞれですし ね、 そうですね、いつも同じじゃないしね、はい、まあ、災害現場もあるし、あと山でのやっぱり登山客の不明者もいたりというのもありますので、はい、犬だけではなく、うん、我々の体力もやっぱりこう維持しないといけないの で、 そうです、ね、はい、これ個人でやってらっしゃったらいるんでしょ、うん、そうですね、 NPO 法人にだけ、何て言うの、うん、個人で犬を飼ってその犬を一緒にみんなで訓練しましょうみたいな、うん、そうですね、飼い犬が多いですよね、はい、基本的には警察とかではなくて、我々ボランティアなので、うん、普段はもう全く自分の愛犬なんですね、家庭犬なんです、うんうんうん、私も今
2頭のジャーマンシェパードと一緒に生活をしているんですけれども、もう本当に家の中フリーで、はい、逆に家そのものが大きい犬小屋みたいな家ですけれども、そううちと一緒もう常日頃犬がもう走り回っているような、そうですか、やっぱりいい家庭犬がやっぱりいい刺激犬でありたいなというのがありますので、はい、普段は全く家庭犬です。すごく共感できるそれ。あ、本当ですか、ありがとうございます。いやー、いっぱいいろいろ聞きたいことあるんですけど、ね、あっという間になんかお時間が来てしまいまして、さあちょっとそれでは道中のご質問をね、ちょっと3つばかりさせていただきたいんですが、はい、いつからワンちゃんとワンちゃんがそういう愛しい存在になったりしたわけですか？そうですね、私そのものは正直あまり興味はなかったんですけれども、まあ、やっぱり家庭に迎え入れることができたのが、うん、大体15、6年ぐらい前なんですね、うん、まあ、そこで初めて犬と関わるようになって、まあ、元々動物は好きだったんですけれども、我が家に迎える時から犬と接するようになりましたね、うん、はい、そっかそっか。そういう暮らしの中で何か心がけてることとかってありますか？そうですね、今思えばなんですけれども、基本的に心がけてることとしてはやっぱり先ほど申し上げたようにいい家庭犬であることがまず第一かなと思っています、うん、で、まあ、いい家庭犬というのはやっぱり普段の生活の中で、まあ、他の方に迷惑をかけないとか、ちゃんとルールを守るとか、人間のルールをちゃんと理解して、うん、でその中でこう溶け込んでいくといいますかね、まあ、そういう犬であることを願ってますね、はい、そうですね、はい、さあそれで最後の質問なんですが、はい、これからそういう犬たちに何かこう彼らの幸せのためにしてあげたいなと思っていることとか目標とか何かありますか？そうですね、目標というのは、うん、やっぱり日本ってまだまだペットに関しては後進国かなと思うところがあるので、さまざまなその日常のシーンでいつもこう犬と一緒にいられるような環境が整うといいかなと思いますね、うん、そうですね、まあ、これはスーパーであったり、まあ、レストランであったり、やはりいつも一緒に行動できればいいね、これは人間も幸せだと思いますし、本当本当、そうなってほしいなって思うね。いや楽しかった、あ、勉強になりました。でもすごく、うん、この本当に10分か20分でしたけど、とっても、はい、詳しくなりましたよ。誰かにちょっと自慢したい感じ。救助犬ってこんなんなんだよって言って、ね、もっとそういう方々が増えてくれるように橋の場もね増やしていけるように。そうですね。そうですね。はい、ラジオもぜひいらしてください。またここでやったらいいのにギャザリアで。あ、ぜひ機会があれば。そうよ、はい、ここでね、うん、できたらいいですよね。ゲストレージをやらせていただければ。じゃあ岡本さん営業に。派遣しますね。司会への司会。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しい時間をね。さあ、来月のズーランドゲストさんなんですが、次にバトンを受け取ってくださる方、今、ちょっと諸事情により調整中でございますので、また Facebook、ブログ等でご案内をさせていただくことでよろしいですかね。はい。はい、しますということで、本日のハートバトンリレーゲストは NPO 法人災害救助犬ネットワークの小林正弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。オレンジ素敵でした。ありがとうございます。